皆さんこんにちは、証券ママです。今日はですね、寒くなってきたので豚汁を作りたいと思います。とっても簡単ですが、美味しくて温まるので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それからよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは材料です。まず大根ですね、が5センチから6センチ、それから人参が1/2本、ごぼうがこれ15センチくらいあります。これ太さによって違うので、その辺は加減してください。それから生姜が1かけ、ネギが大きいネギなら1本、今日ちょっと細いネギだったので2本用意しました。それからお豆腐がこれ 150g のちっちゃいパックのですね、これは木綿でもいいですし絹ごしでも、今日は絹ごしを使いました。あと豚の細切れが 150g、 今日はですね、これ月こんにゃくっていうこんにゃくなんですが、普通のこんにゃくでも大丈夫です。月こんにゃくこれ 200g あります。普通のこんにゃくでしたらちょっとちぎって使ってください。それからですね、調味料の方はお酒、みりん、本だしですね、それから肝心の味噌とごま油です。材料は以上です。それでは早速作っていきます。まずごぼうですね。私はごぼうはこう斜め切りにしちゃってもいいんですが、早く火が通るようにささがきにします。こういったピーラーでね、いつもやっちゃいます。ごぼうがね、多分一番火の通りが遅いので、こうやってね、のささがきにするとすぐ火が通るので、今日はささがきにします。ごぼうをね、このように全部ささがきにして、ちょっとお水につけました。これあまり長くつけなくても大丈夫です。これでね、あのザルで水気を切ってきます。はい、こんな感じにね、ごぼうは水気を切っておいてください。それからこれ今日糸こんにゃく、月こんにゃくなんですけれども、これも気になるようでしたら、これ一応アク抜きって書いてあったんですが、熱湯で湯通しして、長かったらこのようにね、ちょっとこあの短めに切っておいてください。それではね、他の野菜などを切っていきます。まず大根ですね、これは皮を剥いて洗ってあります。 2-3mm にのいちょう切りに今日はじゃあしますね。はい、それからね、人参もこれちょっと皮を剥いておきました。人参はこう大根に合わせて半月切りでいいでしょうかね。それからね、ネギは斜め薄切りにしておきます。これちょっと細めのネギですね。太いネギなら1本で大丈夫です。今日はちょっと細めだったのでね、2本使います。ちょっとこの青いとこね、これトッピング用に少しここだけちょっと小口切りにしておきます。それからね、今日はね、この生姜ですね、これは絞り汁を使いたいので、これちょっとすりおろしますね。だいたい1かけ分で大さじ1くらいの生姜の絞り汁を入れたいんですよ。ちょっとね、これ生姜をすって絞り汁を作りますね。それからね、豚こまですね、これも適当に食べやすい大きさにね、切っておいてください。はい、それではね、炒めていきます。まずお鍋に今日はごま油を大さじ1入れます。はい、火をつけます。お鍋が温まったら、まず豚肉から入れてきます。豚肉がね、白っぽくなってきたら、次にごぼうを入れます。
はい、ごぼうに油が回ったら大根と人参とそれから糸こんにゃくも入れちゃいます。そしてちょっと炒めますね。油が回ったら私はここでね一回ちょっと火を弱めますね。ここでねお味噌を大さじ2ほど入れます。はい、そしたらねお味噌をねちょっと火をまた中火ぐらいに戻してこの具材に全部一回絡めますね。絡めてほんの少し炒めます。そうするとなんか具材にね味がしっかり染みるような気がしてお味噌をこれ途中でね一回入れます。炒める段階で入れてちょっと炒めますね。はい、こんな感じでねお味噌がね回ったらここにお水を入れてきます。そしたらね今日はお水をこれ 800cc 入れます。はい、こんなひたひたの感じでしょうかね。はい、それに調味料を入れていきます。本だしを小さじ2入れます。はい、それからお酒を大さじ1入れます。それからみりんも大さじ1入れます。あの具材が特に大根とか人参が柔らかくなるまで多分10分くらいで煮えると思うんですがこのまま中火ぐらいで煮ていきます。こんな風にねアクが出てきたらこう取ってくださいね。はい、そして引き続き煮ていきます。はい、10分ほど煮込みました。もう具材が全部柔らかくなっていると思います。そしたらねここにお豆腐ですね。お豆腐をこれ 150g、 今日は絹ごしなんですが木綿豆腐でもどちらでもいいです。これをじゃあ入れてきますね。はい、そしたらねお味噌ですね、残りのお味噌をあと大さじ2ほど入れます。じゃあお味噌があと大さじ2入れますね。これ味を見てちょっと調整してくださいね。ちょっと味見をしてみます。薄いようでしたらもう少しお味噌を足します。うん、美味しいと思います。結局ですね炒める時に大さじ2入れて最後にね大さじ2入れました。合計大さじ4お味噌を入れました。はい、そしたらねここにネギですね、ネギを入れます。これで一回蓋をしてね少し蒸らす感じでネギに火を入れます。はい、そしたらね最後にこの生姜の絞り汁、これを大さじ1ほどですね、これを入れます。生姜はね最初にお肉のと最初炒める時にね入れてもいいんですけれども香りが飛んじゃうので最後に入れてこれで火を消します。はい、これで出来上がりです。そうするとね生姜の香りが飛ばなくて最後に入れるととっても美味しくなります。これで出来上がりです。はい、じゃあ主人に試食してもらいます。七味もありますよ。はい、じゃあ七味を入れます。いただきます。
ちょっと汁を飲んでみてください。はい、はい、美味しいですね。生姜が効いてますか？はい、生姜が効いてます。はい、っていうことです。生姜を最後に入れることによって生姜の香りがしてとっても美味しくなります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今からとっても寒くなるのでね、温かい豚汁で温まってください。それでは皆様、お元気でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。